このプログラムは100切りを達成するために全ての要素を入れ込みました。スイング編、アプローチ、パター、ラウンドレッスン、100切りのためのレッスンを満載しております。あなたは必ず100を切ることができます。左サイドからコースライドを狙ってスイングしていきます。はい、それではティーグラウンドでよく見かける悪い例を見ていきます。今このようにアドレス、このように上を向いてしまうフェース面を作ってしまうとフェースが一歩開いてしまいスライスになってしまいます。切りをするために必要なことを皆様にお伝えしていきます。ボールの選び方なんですけども、ただそこで今からご紹介する集中力を途切らさない気持ちを切り替えるためのスコアカード記入法を取り入れてください。18ホールを出場最優先に考えてください。それで振り幅を3倍と少し基準を持って作ることによって多少の距離感も合ってきますので、ぜひ皆さんこれを参考に。はい、それではショートパットの確率を上げるための方法をご紹介します。まずでここのポジションからピンまでは下り傾斜になっています。この場合はピンを抜いてパターをしてください。なぜピンを抜くかと言いますと、ピンがあることによって、続いてはショートアイアンの打ち方についてレッスンしていきます。ショートアイアンというのはこう構えた時に左足下がりの傾斜です。左足下がりの傾斜も同じようにレッスンです。なぜつま先下がりがトップのミスショットを防止するかと言いますと、